鳥取ウェーブサンサンゴンババのミュージックバラエティはい、1月26日ございます。はい、生放送でお届けいたします、はい、ウェーブでございますけども、はい、よろしくお願いします。はい、ね、今日久しぶりにミュージックはいなんかある早速の早速自己紹介せよのなんかあるもうね、大体ほら、うん、あの遠藤とさ、私のことはもうみんな、うん、もうね、見飽きてんの。そうですね、そうですね。毎日おっさん2人でおっさん2人でねはい、お芝居やってます。今日は舞台の宣伝に参りました、宇塚横と申します。ちょうどいいやと思って。いやでもこれ出るって決まった時はまだオファー来てなくて。あ、そうなの。そう、だから今日本当は稽古なんですよ。でもこっち先に来ましたから、すいませんって来ました。サボってきて、あの楽しようとしてると。そうツイッターに上げてあげてたもんね。はい、今日はお休みさせていただいてって言って。まあまあまあね、舞台の宣伝するんだったらそれは大義名分が ねそう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 、もういいですよ。はい、2月8日から始まります。早いね。早いな。早いわ。すごいすごいね。井上尚弥ぐらいのバーンってしゃべる。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてメインパーソナリティは遠藤三流でございます。よろしくお願いいたします。はい、ね、あのチャンスと飲み行くとね、あのいつもね常連の皆様からね、はいはい、左側のと言われる遠藤三流でございますけどもね、はい、あの1月も下関でございましてですね、1月21日から30日までの予定でございますけれども、はい、ボーイズバラエティ業界、東洋館寄せが始まっておりますので、ぜひともね皆様ねご来場お待ちしております。宣伝ばっかりだね私よりちゃんと宣伝するじゃないですか。いや宣伝のコーナーでしょ、もう違うの私のせいで。自己紹介とさ始まったんだよ、どういう番組かっていうのを、ええ、いやここでさ、例えばこのほら、あのメッセージね、お願いしますとか、メッセージお願いしますお待ちしてます。吉田、これ井上張りの吉田誰だ吉田誰だ途中からトカシキ、トカシキ入ってるの以上でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ちょっと今日はこんばんはでございます。はい、よろしくお願いします、はい、あの電気代、ああねえ、みんな言ってる、びっくりした、びっくりするよ。マジでちょっとね、今月分も来たのよ、うん、電気もガスも来て、もうこれ2つだけで3万5000円ぐらいなの。ええ、でね、その去年の請求書と照らし合わせたら、使ってる電気の量はそんなに変わってないの、でも電気代が7000円ぐらいで、ガス代が9000円ぐらい高くなって、去年の同じ時期。なんでそんなに、なんの、そうなのに今度は、今東京電力がプラスまた 30% の値上げを申請してて、うん、こいつら何を探すんだろうね。でそのくせ、あの岸だめ、出た出た、まああのでこの間ほら海外行ってたでしょ、ちょっと、うん、であれもほら、あの嫁も息子も、息子は秘書官かなんかやってるから、うん、身内でみんな金回そうと思ってた、うん、それでほら息子連れて行って、その息子が向こうイギリスで公用車を使って買い物してたと、うん、バカなことするなと、ね、ニュースでやってた、やってた、うん、見た見た、おかしくない、やってることが、うん、おかしいおかしい、あんなのなんかキム・ジョンウンでもしないよ、しないね、とんでもない、うん、もうね、1月末でしょ、うん、3月に統一地方選がある、うん、これもこのままだと北朝鮮とかもう、とかよりひどいことになってしまうので、うん、自民党を叩き潰してください、皆さん投票に行ってくださいお願いします。そのままです。選挙前でよかったですね2月になるともう言えないから、ね、見なくなっちゃうからね、そうそう、今のうちにね、今のうちにね、もう本当にあの皆さん本当にあの18歳以上必ず選挙に行ってください、はい、でもこれで、ね、自分たちの生活かかってますから、はい、もうだって食料品も全部、うん、お菓子とかもさ、うん、なんかね3分の2ぐらいの大きさになってるの、うん、料金が値上がりしてるのに、うん、まだ中身も減ってるとか、うん、もうそういうのを、そのくせほら軍事費にね、うん、戦争するためのお金を何十兆円もね、うん、またそれも増税するとか、うん、バカなこと言ってるでしょ、うん、で 48% なの日本税金、うん、その保険料とかを合わせて含めるとね、うん、48%、うん、東欧のこう社会保障がしっかりしてる国と同じぐらい取られてるのよ、うん、なのにその東欧の例えばデンマークとか、うん、とかだと、あのスウェーデンとかだとね、うん、
学費が無料、うん、から、病院が無料とかなの、うん、ええー、まあ確かにそう言ってますね。これ日本だって違うのよ、大学行くのに、うん、あんた借金させられてるわけでしょ、うんうんうん、でそれは払わなきゃいけないのに、でその東北各国と同じぐらいの税金を取られてる、うん、全部自民党のせい、本当に統一教会と自民党叩き潰してください、お願いします。どんどん増えてくる。さあ3人喋ったところでどんな番組か分からなく確かに結局何のことか分かんないような気になっちゃいましたけど、ね、何でしたっけ、音楽番組なんですかここは、バラエティーがメインじゃない、バラエティーがメインですよね。そう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 、たまに音楽聴きながらなんかいろんな人の文句言ってくってる番組ですね、簡単に言うとね。いや私はここは宣伝の場だと思ってきてますだから、ね、おのの思いをだからなんかうち、うん、みんな 10年ぐらい付き合いあるわけじゃない、はい、でみんなバラバラで、バラバラ、本当にバラバラ、相変わらずですよ、うん、いいですよ、はい、いやちょっとバラバラもいいんですけども、うん、その前にもう一人大バラバラの、そうなる、二神という女がいるじゃない、あ、はいはい、あの女、はい、今日9時からこの番組やるのが分かったの、ね、ってるのに、うん、まだ、連絡が来ないんです。次回の予定を、ね、はい、2月1日ですね、うん、新木場で、試合があるんですが、うん、波一の2023っていうのがあって、うんうんうん、まあカードが今3つが決まってなくて、うん、あと残りどうするのって言ったら、いや決まったらすぐ連絡するわって切りで、うん、今あの女ミクチャやってます、うん、ふざけろ自分への投げ銭がやっぱりやったもう、というわけでもうあれじゃないですか、怒ってます、怒ってますね、いろんなものに対してね真っ赤になって怒ってますはい、ということで、まあ、これだからもね、うん、これはまあ、うちの番組の親方ですから、うん、そうですね、おっさんみたいなおばあんがね、まあまあそうですねだから、ウェブ情報、うん、まず行きましょうか、そうですね、はい、はい、2月1日ですね、新木場で行われます大会でございます、今現在決まってるのが3試合はい、お届けできます。まずは一つ目こちらでございます。はい、ピンクエルボー解散期間、今ですね、旧姓エロとさくらと目崎遥が、うん、まあ、タングを組んでるんですが、はい、先日、負けましたギャラパンに、タイトルマッチで負けてしまいました。で広田がですね、いや私はその前に勝ってたんだから、うん、今回負けたのは目崎お前のせいだと、あ、お前とはいつか戦わなきゃいけないと、焚き付けがうまいですねいつもそうですけどうまいですね全然違う。で、このね、で2人とも、まあ、衣装がピンクなので、うん、ピンクライバルウェーブということで、うん、この試合があります、うん、これ、まあ、どっち、まあ、どっちが勝つんだにしても、うん、まあ、大体広田もう、ね、頭おかしいから何するか分かんないじゃない、うん、でそれに最近梅崎もちょっとなんて、うん、もう梅崎もちょっとなんか頭おかしくなって、ちょっと毒されてるとこありますよね。そう、指定関係というか、そう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 、なんかね、多分平気で感情するでしょう。登る感情とかね、登る感情ね。だからまあこれ、まあ、ピンクエルボーっていう団、まあこうユニットの名前なんですけど、私はこうピンク感情の方がいいと思う。ああ、いいですね。そう、だから僕ピンク感情解散の危機かもしれませんので、うん、感情エルボーでもいいですね。どっちもいいですよね。ピンクなくなっちゃった。そうそうそう、ピンクを残してあげてよ。ピンクエルボー感情危機でも別に何でも何でもいいですよ。そう、うん、そう、この試合が、まずあります。はい、そして、2つ目はこちら。はい、はい、デュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権でございます。まあ、ウェーブではおなじみですね。こうウェーブの団体のタイトルマッチなのに、うん、ウェーブの選手が一人も入ってこない、入ってないってね、うん、ベルトみんな持っていかれて何にもありませんという状態で、うん、あります。さっき、清水光がですね、今王者、今回この2月1日が、10回目の防衛戦、い強いんですよ。そうなの、なんだかんだ言いながら強くて、いいんですよ、やっぱりさきさんやっぱ強い、上手いですから、やっぱね、まあね、しかも私さきさんの私服好きなんですよ。え、そうなの。そう、ツイッターとかでめっちゃ可愛くてそうそうそうそ う, そ う, うん、なんか、まあ、そこそこの年はいってるのにね、うん、そう、可愛いのを着て、そう、なんかこの間この間ツイッターでディズニー行きましたみたいなのをあげてて、はいはい、もうめっちゃその時の服可愛くて、うん、あーでしょ、そう、そうなの。なんかちょっとなんで、パステル調の感じのね、服とかをよく着てて、うん、なんかまあまあ頑張っておりますけども、うん、この試合が10回目のタイトルマッチ、うん、で
関口、かける、うん、で変わって畑理子、うん、まあ、あのなんかねちょっと、まあ、関口はそこそこのこうあの、はい、ね、キャリアというかキャリア持ってますし、川田も今すごい頑張ってるから、うんうん、これをちょっとどうそのさきと清水が、料理をするか、もう料理するっていうか勝つこと決まってるんですか。私でもね、いや、そうそう負けないと思うんじゃないかな。そう、そうそう負けないと思う。だって宮崎とやって勝ったぐらいだからね、そのタイトルマッチで。そうですね。そのタッグの力としてはあの非常に、うまいので、うまいですね。うん、だからもしかすると。うん、まあね、10回目の防衛、そう、本人たちは30回まで防衛するって言ってるので、すごい。だからまあちょっとでも、まあ、あの川谷も今すごいここ伸びてる選手なのし、もう関口はやっぱり上手いので、ちょっとねこうあの面白くて激しい試合が見れると思います。ぜひね、あの どっち応援するって言ったらどっち？いや、もう王者チームですよ。王者チームだね。だってウェーブの選手が負けてるわけですからね。まあね、確かに確かに。ずっと持っておいてウェーブの選手で取り返すっていうのがやっぱり王道パターンじゃないですか。だけどさ、なんでウェーブの選手が勝ってくれないかしら。まあそればっかりね、まあ、それか一回もう一回アメリカに持ってってもらって誰かがこのタックルベルトもなんか勝手に長上がってで戻ってくることを期待するとか。でもさ、いやだってそのレジナだってさ、名前は世界で名前上がったよ、うん、上がって日本に持って帰ったけど、うん、日本で負けたからまた海外持って、またまあ、って日本にベルトないよ。そうそうそう、ないんですよ。そうそうそうベルトない団体でしばらく増やしてもらうっていうのでウェーブに早くベルトが返ってきてほしいと思います、ね、はい、はい、そしてもう一つこちら大注目です。もう私が今大注目、よくわかんないですよね、これ ね、すごいすごい意外でしょ、うん、これで、ね、あの宮崎のバスデーの、カードなんですけども、はい、宮崎はどうしてもこの2人ね、バナナ千賀が、その大杉、この SOS というチームなんですけども、はい、この2人とどうしてもその誕生日に、試合をしたいと、うん、ずっと熱望してたのが今回、それが叶って、うん、で、まあ、巻き込まれたのは琥珀ね。巻き込まれてますね、完全にね。背景までから何からね、キャリアから全然ですもんね。そうそうそう、ちっちゃい子なのに。そうだからね、この男子 SS の2人はうまいのよ、うん、何でもこなせるの。そのハードコアもできるし、うん、もちろんストロングもできるし、うん、であの強いしタフだし、うん、でそこにその怖さ強さ、うん、タフさ、でそういううまさを兼ね備えた宮崎に、うん、あとまあスピードとテクニックと、うん、でさっきちょっとスタミナもついてきた、うん、でやっぱり何よりもその若さが武器の琥珀が試合をかき回して、うん、もうねちょっとこれはね絶対会場で見てほしい。ロックアップとかできるんですかってこれがって、組み当たりできないでしょ、身長差とかなんとかで。あ、確かに琥珀選手かなり小さいですもんね、148角ぐらいでしょ、うん、私よりちっちゃいんだ。そうなんだ、ね、その代わりあの太ももの中はもう宇宙の倍ぐらい。あ、でもまあしっかりしてますよね、うん、そうそうそう、うん、これですか、そのハードコアマッチがダメだったからこうなったっていうわけでもないですか。じゃなくて、もうこれは前からあのとにかくやりたいやりたいって言ってて、でじゃあもうせっかくあのこの翌日2月2日が宮崎の誕生日なので、うん、じゃあもうその誕生日のあのマッチとして、じゃあ宮崎の、こう熱望を叶えましょうということで、二神と大岡がこの試合を決めたと。はあ、でまあ今一生懸命あの琥珀が SOS の試合のこうビデオとかを見て一生懸命勉強してるんだけども、いやどうなると思う。いやもうだって女子対男子ですからね。そう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 、それは当然ね。そうそう、まあ宮崎はもう男子みたいなもんじゃない。うん。あとで何て言われるか分かんないから。だからまあ、うん、まあだって体型もそうですけどさ、うん、もう強さもそうじゃない、やっぱり宮崎って。まあ男にもまあ強する部分はありますね。そうそう、うん。いやでもね、昔で言ったら本当に古い話ですけど、うん、天竜源一郎選手、はいはいはい、対神取選手、うんうん、やった時神取選手ボコボコされてたじゃないですか。あ、まあね。ね。
その感じでいくとですよ、あ確かに2人ですよって。でもほら例えばその千賀とさ大杉とさ天竜とまたこう比べるのはどうかっていうところもあるじゃん。まあまあまあそれはありますけどね、うん、で、まあ、宮崎のキャリアも長いし、うんまあ、どういう試合になるか楽しみだということだけはまあ間違いなく言えますけどね。そしたら1日病院なんだけどさ、その神経内科の検査なんだけど、はい、間に合わなかったらもう途中で病院ぶっちゃおうかなと思って注目のカードだと思ってしてでもこれ見てよ病院行けよなんだかわかんないけど大変だったよこれ見たいのよとにかく、確かにね、ね、興味あるね、はい、もうあの ぜひですねこれ会場に方に足を運んで、はい、見ていただきたいと思います、うん、で、まあ、今3試合しか決まってないんですが、はい、もう一つか2つ、うん、カードが組まれると思います多分、はい、多分ですよ、ね、これ2人には何にも言ってこないので、ね、ミクチャやってるから、お気楽にミクチャやってるので、何も連絡はついてないだから分かりませんが、まあ、あのなどういうカードが出るにしろ、はい、まああのね、見る側の、うん、想像を超えるようなカードと内容をいつも持ってくる、うん、まあ行かれた団体ですから、まあですね、ウェブっていうのはね、うん、間違いなく楽しんで帰れると思いますので、はいはい、チケットの方はですね、プロレスリングウェブで検索していただきますと、公式ホームページの方が出ます。そちらからチケットを、お求めいただけますし、あとツイッターでですね、選手とつながっている人たちは、選手の取り置きもできますので、あとは、チケットピアだったかな、ピアありましたね、うん、とうとうの、ところでもチケット買えますので、はい、ぜひあの2月1日、うん、17時ゴングの、うん、新木場ですね、はい、ファーストリング、ファーストリング、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、暑いといえばですね、この後に、はい、ちょっと今日今回ね、そさっきもね話したけど、あの、うん、もうちょっと暑いといえばって何？暑いといえばもう暑いが寒いって世の中は言ってるのに急に暑いって、違うの、暑いでこの後の曲が暑いでしょ。ああ今日曲は暑いけど、そうよ、だから暑いといえばが全然繋がってないんだよ。試合がね、試合が暑いっていう、世の中すげえ寒いって言ってるのに、でも今暑いじゃない、今暑いもうあのね、うん、紹介してくれ、紹介しますよ、はい、友達みたいな感じで紹介しますよじゃないんですよじゃあちょっとあのアシャの方を出していただきましょうか、はい、はい、こちら、はい、であの宇治誰が好きだったっけ、真ん中です。好きな理由なんだっけ、ちっちゃいからちょっとマジで叱られるやん私何にも言ってないんですけど今そうなんですよ、で紹介させていただきますとですね、はい、グループ名がですね、ブライバルノア、はい、3人組でございます。2ボーカル1ラッパーのパフォーマンスグループです。はいはいはい、メンバーはリーダー兼ボーカルのユータ、ボーカルのバブ、ラッパーのアラウから構成されています。はい、真ん中がユータ、ユータで、私たちから、ね、向かって左側が、はい、バブ、バブ、はい、そして右がアラウ、アラウで、なんとこのアラウが今日誕生日でございます。おめでとうございます。去年まで4人体制でやってたんですが、うん、1人抜けて、うん、今毎月、マンスリーワンマンをやってるのが、うん、今年から、3人体制で新たにということ で、うん、で今回、1月31日が、うん、3人体制で初めてのワンマンなの。あ、そうなんですね。はい、あと続きを、続きはないですよ。ないですよ。言いましたもん。あら、全部言いましたもん。じゃあ曲紹介してください。はい、行きましょうか。はい、ブライバルノアでブラックアライブ。ブラックオブ。ブラックオブ。ライブ。ライブ。ライブ。はい。はい、お願いいたします。
思議な J-POP ローのリアリタリーヒップホップでチェンスカニー Hey yo, watch one of the つまらん遊び方じゃパオパオクラワスコンシェット And damn, 水ただ go back on my low Whoa, 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 game over the cowSo wagi tari nai Bravado no wish ka machigai nai Ease ka baas ka ari ka nashi ka natakai Zanpai bakari haite One like a tad This see the light My eye Arasai kangaite nai Nego mai ai mai mimai Oishi kare da betai Takara gode kasegitai What I'm pera naraba takara sagashi Nasu ga please like Please sit up Turn it up Karada mo beat out東南新宿東南口で、うん一人でも歌ったりもしてたんだけど、うんちょっと私あのリハビリの会だったんで、はい、少し寄って聞いたりとかして、まあ、その時はもう人もいっぱいだから声かけなかったんだけど、うん、やっぱりうまいなこの子たちと思ってうん一発であれですかこの好きになったって感じなんですか何回か聞いてるってとかじゃなくて2回聞いたのかなあ2回聞いてるしっかりしてるあの発声もそうだし、うん、音をつかまえるのもそうだし、うん、曲をねよく理解した上で歌ってると思う、うんうん、なんかね納得してあうんうまいなこの子たちって急に聞ける子たち、うんうん、60代にもそう思うってことはすごいですよね何のこと言ってるの先輩のこと今日ミーティング長いわ酒飲むだけでしょはい、そんなですね、ブライバルのあれでございますけども、はい、あのもう一度、先ほどのはいこちらですね、はいはい1月31日月曜日でございますけども、うん先ほどあのね曲の始まる前に、マスキーライブのお話をしましたけども、うん1月31日月曜日新宿ロットでございますけども、うん、こちらの方で、3人体制になって初の、ワンマンライブがございます、はい19時会場19時30分、スタートでございますけども、うん、前売りチケットが3500円、
手入り、まあ路上とかそうなんですけど、うん、あと、まあ、他の、ライブ会場でもそうなんですけども、はい、4000円、それで当日は4500円、プラスワンドリンクという形になります、うん、で配信までの配信は3000円でプラス手数料になるんですけれども、うん、とにかくもうしっかりした歌を、うん、まあ、今のはオリジナルなんですけども、うん、オリジナルだけではなくて、ね、しっかりした曲を聴かせてくれるので、うん、チケットの方はですね、このアライバルの場の方で、うん、検索していただくと、ツイッターの方でも、うん、もちろん、インスタグラムの方でも、うん、チケットの方の確認はできますので、うん、ぜひあの会場の方に足を運んでいただきたいと思います、はい、素晴らしいです、うん、4人組時代のこと知らないですけども、うん、3人組ってなんか写真の写りかっこいいですよね、なんかそうそうそう、ね、なんか3人組でなんかかっけーのよ、かっけーですよね、かっけーのよ、かっけーですよね、そう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 、男が言うやつですよね、そう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 、これちょっと私一旦休憩するから私2人喋ってくれるかな、おっとこの間路上ライブの格差を見て、格差、そう、私12月末に舞台やってたんですけど、はいはいはい、その時に劇場が三宮橋で、うん、で新宿まで歩けたんで、はいはいはい、舞台のみんなで歩いてたんですよ、うん、そしたら路上ライブやってる人が点々といて、うん、めっちゃ人だかりと一、うん、人もいないとこと、あ、またちょっと人だかりと一人が熱心に聞いてるとことってあっても、そこをずっとみんなであれ人気だねとか一人だねって、まあ、今マンツーマンだとかってすごい言いながら歩いてました。南口でしょ。そうですそうですそうです、そう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 、これね、ボーって、うーん、でなんかね、南、JR 新宿駅の南口側は、うんうん、新宿警察の管轄なのよ、うんうん、で道を挟んで、バスタ、うんうん、新宿側は、四ツ谷とか渋谷、四ツ谷警察かな、うん、の管轄なので、なんかね、捕まりやすいっていうか、はい、警察に止められやすいのは、はい、駅側でそうそうそう、うん、確かに動画見た時もね、彼らはバスタ側でやってましたよ、うん、ああでしょ、うん、多分止められづらい方でしょ、うん、とってもね、本当にうまい、うんうん、はあ、なんか、メッセージの方が、はい、私をいつも応援してくださってるとしきさんという方から、はい、としきさんありがとうございます、ありがとうございます、まず舞台告知待ってますと来ましたありがとうございます、応援ありがとうございます。しかもこのとしきさんはすでにもう予約してくれてるんですよ、はい、舞台を。じゃあいいじゃんね。そうだけど、私が告知をできるようにこうやって後ろからサポートしてくれるっていう。めんどくさいわね。ちょっと。あともう一件が、出演者の皆さんこんばんは、うずかさん応援できましたって、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、告知は終わりました。嘘嘘嘘嘘嘘、まだちゃんとしてないちゃんとしてない。5分あげる、5分あげるわ。5分も喋っていいんですか。いいか、私飲んでるから2月8日から2月12日まで下北沢の楽園という劇場でお芝居やります、はい、で今回は50回前の出来事っていうタイトルなんですけど、はい、バーの話なんですよ、はい、でバーの、新人2人が50回失敗してどうのこうのみたいな話なんですけど、はい、30回来るなんてやってもクビでしょ、ね、50回のね、猶予があるなんてね、なかなかいい会社ですよ。そうそうそう、もうよっぽど時給安いからシチュエーションコメディっていうので、まあ、面白いとこもあったり、はいはい、まあ、その2人の成長を見ていただいたりとかっていうやつで、私はなんかバーに来る常連の、 ありがとうございます、すごい、あ、すごい、これです、はい、おしゃれ。そう、私はバーに来る常連の、いい女っていう役なんですよ。すごい、すごいしんどい。ねえねえ、それがさ、ね、ちょっとそれ、何ですか？バーに来る女の役で思い出すけどさ、はい、昔さ、はい、ブッシュのラーメン屋でさ、はい、お芝居の稽古つけたこと あったじゃない？ありましたね、ありました、ありました。誰が？私が。あ、稽古つけたんですか？そうそう、酔っ払い。ベロンベロンの酔っ払いたちに。そう、酔っ払い女が店に入ってきて、でも店閉店なんだけど、一杯飲ませてもらってもいいですかっていうような芝居をどうするっていうことをちょっとね、やったことがあった。ありました。めんどくさ。めちゃくちゃめんどくさ。いや、私も元々役者だしね。役者だからね。そう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 、うん。ありがたいなっていう気持ちとめんどくせえなって思いそうだったのかなと思った。だってご飯食べに来てるし、周りみんな酔ってるんですよ。そんな中で芝居の稽古って言われてもっていう。まあでもね、大先輩がつけてくださるっていうのはありがたいなっていう気持ちと、めんどくせえなやっぱりありましたね。ありがとうございました。暇だから分けやつになんかやらせて、もう生放送やめようかも。あと20分残してやめる番組。汗かく私は。面白かった。
失礼な女の子だよ。はい、それで、チケットのとかどうしましょう。はい、チケットは、はい、私がツイッターで予約フォームはこちらっていうのを死ぬほど載せてるので、うん、そちらから予約していただけるとうずかを目当てに来たんだなと思ってもらえるので、あ、これね、はい、ありがとうございます。すいません、検索していただいて、この予約フォームから、はい、予約すると、もう私の扱いになるので、はい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 、何か何例えば宇治にお願いすると、うん、なんか特典があるとかってあるの。あ、特にないです。ないの私が客を呼べる女なんだなっていうことで次回出演しやすくなるっていう、そういうことね、あれですね、はい、でも結構忙しいでしょ、あといろんなこうところが呼ばれてさ。そうですね、ありがたいことにね、うん、ずっとやってますね、お芝居。そうなの、なんかさすごい、ね、うちの番組にこのいてくれるレギュラーの子たちさ、宇治、うん、もそうだし、あとユッキもそうだけどさ、ずっとね、うん、テレビだとかドラマとかも出てるし、うん、CM やったりとかも出てるじゃない、うん、で、宇治も切れることなくずっと舞台、一年中舞台出てるじゃない。うん、お前、何やってんの。何ですか、なんで知らないんですか。いやいや、なんで知らないの。一緒にいるのに。一緒にいるのに。東洋館で音響やってるんですよ。芸人じゃん。ね、ね、よく言われますよ、遠藤くん、空いてるって。いきますよ、何ですかって、音響やってくんないって。任せてくださいっつって。すごい。断れよ。そこはプライド持って断って舞台に立たせてくれるんなら OK ですって言いなさいよ。舞台めんどくさい。いい。いや、しんどいですよね、舞台。いやでも私も今回の舞台も出る予定じゃなくて、あのツイッターとかで見に行きますみたいなのをツイートしてたら出ることになっちゃって、ファンの人がもう別の人で予約しちゃいましたみたいなのがすごい多くて。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。自分のところからやってほしいよね。そうそうそう、ちょっとキャンセルしてもらって。ややこしいことね。それだって、だってチケット、うち私とかの仕事ってさ、はい、あのほらもう多分2週間の2週間の、うんうん、囲われて、うん、でギャラいくらでっていう仕事しか来ないのよ。はは、自分でそのチケット手売りとかっていうのも、うんうん、やったことないから、うんうん、分からないんだけど、そのチケットは何、売ったら売っただけ、それは売った人間のキャッシュバックみたいな、キャッシュバックとか利益になるのは間違いないんですけど、うん、その劇団によって全然違くて、例えば1枚売ったらいくら返ってくるってとこもあれば、はいはいはい、あの何枚売ったらワンステージいくらになるとかっていうのだったりとか、あとはもうあの全然関係なくギャラはギャラでちゃんとありますよ、うん、でもこの人こんだけ呼べるなら次回も呼びますよとか、うん、いうのがありますね。めんどくさいんだ。そう、いやでも似たようなのは芸人界隈でも昔ありましてね、うん、今でもあるんですけど、あの若手のほらあのお金払ってでも舞台出たいっていう人がいるんですよ、はいはいはい、それをあの言ったら餌にして、うん、餌っていうかその舞台やりますよってことで集めて、うんうんうん、それこそ3時間ぐらいのステージを2分の1組2分でやりますみたいなぐらいにやっといて、みんなから3000ずつぐらい集めるんですよ。で箱代は安いところでやって、うん、でその自分の収入してるってやつ結構いましたよ昔。そうなんだ。そうだ、本当売れてなければないほど、うんうん、その悪質なそういう、ね、興行主っていうのが、そうそうそう、なんか舞台でもあの若い子とかが引っかかるのが、うん、チケットノルマっていうのを課せられて舞台に出て、売れなかったら売れなかったの自分で被るって。私やったことないですけど、私やったことないですけど腹立つなこいつ。いや私もない。ないです、ちゃんと。ちゃんと時代でしょ、時代。時代。いや時代関係ないよね。ジャンルかしら。ジャンル。だってね、お芝居とか言うなよ。久しぶりだったと思うけど。歴代の大きさじゃない。呼んでもらってる。そうかな。そんなほらそこら辺のほら生えてするとかって出たことないじゃない。ああ、そうですね。そんなほらサンシャイン劇場とかさ、新歌舞伎座とかさ、うん、なんかねそういうとこでほら。うん、で1ヶ月公演とか、でその前稽古含めて2ヶ月間の拘束で、うん、で月100万とか200万っていうギャラを提示されて受けるかどうかっていうのと、でその30、40人のねちまちました、うん、でとことまたそれが違うってことじゃん。もういいからやめようかな。どんどんお金の話になる。私の宣伝は。はい、続き、はい、続きもう喋ることは喋ったんですけど、でチケットはだからうちのところで、はい、いいし、はい、予約フォームから予約していただくか、もしくはめんどくさい方はあのツイッターから
リプかなんかくれれば私がポチポチやりますので、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いい女の役やります。いい女の役役だからね。そう、はい、役だからね。じゃあ、 あのいい女の歌聞きましょうか。いい女の歌、はい、お願いします。遠藤さん、お願いですか。はい、お前仕事すえよ。懐かしい曲ですね、これはね。ゴンパパさんたってのリクエストでございますね。はい、久しぶりでございますけどもね、歌謡曲の、ね、ヒットソングですか、これはね。はい、ケイウンスクで酔いどれて、どうぞ。拭き取りながら鏡の私に声かける。上手に来たね昨日も今日も、褒めてみたって無性寂しい。泣かせてよ泣かせてよ、ひさめが窓をつこう死なせて日の酒で、ララバイララバイララバイ、酔いどれて夢の続きを見ないよ。あなたも私と同じ不幸なまんまでいてほしい。思い出相手に酒場の隅で暗い目をしてうつろに寄ってね、泣かせてよ泣かせてよ、涙でこもみが沈むほど、溺れて忘れて日の酒で、ララバイララバイララバイ、酔いどれてやがて夜明けの死なせて日の酒で、ララバイララバイララバイ、酔いどれて夢の続きを見ないよ。熱感ですわ、熱感。大好きですわ。うん、でちょっと今年は韓国も行きたいし、うん、ケイちゃんに前に行きたいし。知り合いって言ってましたね。そうそうそう、ケイちゃんってね。パクヨンハもね、亡くなったパクヨンハも友達だったので、うん、パクちゃんのお母さんとも仲良くて、うん、お墓参りもしばらく行ってないのでね、うん、ちょっと今年は頭にあのゴール詰めて。急に機械人間。だからさ、大体あちこち、ね、鉄板入ってたりとか、ネジ入ってたりとかするじゃない。そうそう、朝起きた時、首がないかもしれないって言ったときびっくりしましたもん。なんかね、私はここ首にさ、
プレート4枚と、うん、でボルトが16本入ってるのよ、うん、だから寒いと、こんだけ寒いとさ、中から冷えてくるの。まず鉄板が冷えるのよ。鉄だからね。そうそうそう、ね、そうするとね、もう首の感覚がなくて、うん、あれ私首ついてると思ってさ、うん、頭あるよねと思ってエアコンつけて暖かくなってくると、うん、じわーっと暖かくなってくるから今度は温めたくなってくるのよ。で凝ってくるのよ、うん、いやしんどいしんどいしんどいお風呂だなと思って朝から6時間ぐらいでこれ疲れちゃう。それから、ね、仕事行ったりとかリハビリ行ったりとかするから、うん、今回の大寒波なんか言ったら、そうそう相当でしょうって大変だったからね。助けてください助けてくださいなのにね、またあんた社会保険料がね、またあんたキスだめ、クソったれ、怒ってる、クソったれだわ、ほんとクソったれだわ電気代でも高すぎますよね。高い、うん、やっぱりほらさ、その頭と首に注射打つから、うん、麻酔を打ってるのもあのブロック注射ではダメで効かないから、うん、麻酔を打ってるのね、うん、すると頭がボーッとするから、うん、危ないからその日はもう家に帰ってまっすぐ直帰して、うん、家でしばらくあの、うん、安静にしてくださいって言われるのよ、うん、だから寒いからエアコン入れるじゃない、うん、そしたら結局エアコンずっと入れてるわけじゃない、うんうん、そうするとやっぱりどうしても電気代もね、そうですよね、バカみたいに高くなるじゃん、うん、俺でも4,000円ぐらいですよ電気代。あんた隣のとこにコンセプトが入ったとかしてんじゃないの古典的なお笑いのボケみたいなのやんないですよ。でも基本的につけないですからね、暖房なんか。え、なんで？いや、着ればいいじゃないですか、服。着たって寒いよね。いや、寒くないですよ。そこ冷えするしね。そっか。でも最近ね、うん、あのズボンを2枚履くっていう技を覚えて。いや、技でもなんでもないよ。それまた嫌だ。でも同じですよ、やってることは。うん、え、家にいるのになんでズボン履くの？いや、だって。だから1万7000も電気代とかかかるとかいろいろあるじゃないですか、2万のかかる、うん、それ考えたら来た方がいいじゃないですか、うん、いきなりしねえ、ドドンですよ。ちょっと待って、当たり前の私敵ばっかり今日ね、ちょっと待って、局のスタッフにまで当たり国を敵に回すこんなことになるこんな国あった潰れてないもん本当に。はい、またコメントいただきました。トスキさんありがとうございます。あやこさん、みんなで皆さんで楽しい雰囲気の告知でよかった。コメントしてられたらラジオ聞けないから歌の時にコメントしてるよ。スマホで見てるんですね。じゃあスマホで、うん、じゃあスマホでコメントしながらあのパソコンで見てください。そういう方法ありますよ。いいじゃないですか別に。まだ敵作るまた次回じゃ次回からのためにちゃんと詳しく丁寧に教えて差し上げたんじゃないの。でもそしたらきっととしきさんはあの毎秒何通っていうリプくれますよ。ああ、一個一個にあんまり来ないでください。酒の無事がなくなっちゃうからやめ、それはやめてくださ い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしたんだよ、何そのさ、宇治の舞台って大体4、5日ぐらいあるわけじゃない。はい、で何度もこう来てくれるの。いや、なんかお仕事忙しい方で、でも、はい、わざわざちゃんと休みを出して私の舞台見に来てくれるんで、はい、回数はあれなんですけど、でも、はい、ほぼ必ず来てくれますね、ほぼほぼ。あ、そういえばあのゴリラさんが、あ、ゴリラさんもうあの宇治の大ファンで、うん、あ、そうなんですか。そうそう、見に来てもらった。1回来てくれました。そうそう、びっくりする。もう今日もだからあの今日は宇治が出番ですって言ったら、うんうん、もう激推しの宇塚さんが出るな、ずっと見てます。へえ、結構ババアこの女もね。いいじゃねえか。今日もね、あの、うん、ね、スタッフに気遣われてね、ライトいっぱい浴びせられる。違うの、ここね、ここのね、うん、スタジオね、この真ん中って一番光集まるんですよ。そうそう、この真ん中そう。だから なのにいつも白い服着てきちゃうんですよ。そう、だからそれはだからシワ隠し。そうだから違います、違います。脱ぎましょうか、この白い服。だから白いのでまずシワを飛ば、下から飛ば、パーンで、ね、パーンで、ね、飛ばして、上からいや、ね、ここ集中して、ピャーっとシワ飛ばす。私が来る前からついてた。あと、大体ほら、この番組の前も、大体ね、あの、うん、やめろよ。いつも毎回その話になる。だから続けてたからじゃない。あ、 そ, うな、そこそこの、ね、年齢のお嬢様が。あなたたちより、あなたより年下ですよ絶対に。私は別にしまっててもいいと思うの。そうなんですか。そうそう。
助走するわけでもないしさ、ね、本当にね、としきさんぜひね、あの、はい、宇治出てなくてもね、ぜひ来てくださいね。ぜひ来てくださいね。ぜひ聞いてください。あの、ね、そうですね、うん、多分言ってもくだると思うけど、そんなこと言わないで。来ないと思うけど、そんなこと言わないで。うずかデルデル詐欺をね、我々は観光しますからね。怖い怖い。今日出るからっつって出ないのに。そうだよ、いや出ないのに出ないのに言いますから、ね、そういう詐欺みたいなことやってくれますから。でもね、本当ゴリラさんもね、あ、出るんですねってリプくれたりとかして、うん、そうですね、ゴリラさんはあと2週間ぐらいかな、うん、で、あの、テキサスにも取っちゃうので、あ、帰ってきてたんですね。そうそう、今日本に行って、で、2月十何日かにテキサスに戻って、うん、戻ったら、ね、夏まで日本に帰ってから来ないみたいな、忙しい忙しい。ただやっぱりあのアメリカでこの番組を、うん、あ、すごい楽しみに見てくれて、あの、だからここで紹介したアーティストなんかも応援してくれたりとかして、うんうんうん、で一つ今日私やんなきゃいけないこと忘れてた。あった。あの、諸星くんの CD。ああ、そうだ、前回ね、そう出ていただいた。そうなんです。諸星高之くん。はいはい。今日挑戦、あの、抽選する予定だったんですが、はい、忘れてきました。あまた。だから来月だよ、だからあのまだ、ね、あの諸星くんの、CD が欲しいよって方は、うん、番組の方でも構わないですし、こちらのね、アットアスパン FM の方のにメッセージも構わないですし、番組の、ツイッターの方でも構わないので、ぜひあの応募してください、はい、来月もちろんね。だからもうあの私も早めにもエンドに預けとくので、なんで俺に預ける？なんで俺に預ける？私は来月コイル入れないかもしれない。え？コイル入れないどういうことだよ。コイル入れたらさ、しばらく出てこなくなるじゃない。そしたら誰がこの番組聞くんだよ。お前らだよ。もうこんなったら二神引きずり出すとかさ。ああ、なるほどね。あんた、あ、そう、あんたと二神と二人でやったら面白くない？いや俺怖いだけですよ。ないんですか。連れが置いたして、それでそれでほら二神にさ、はい、乗っ取りウェーブって言わせるんだよ。言わせるんですか。ああ、それは面白いかもですね。ただ終わったら怖いですけどね。じゃあ大岡ぐらいですか。大岡さんもレスラーは全部怖いんですよ。じゃあハマちゃんってやったらいいんじゃないですか。ハマちゃん、そう、ワンちゃん、ワンちゃん、ははこれやべえやつだと思います。そろそろずっとこうやって抱いて、そろそろやべえやつだと思いますよ。来月どうなるか分かんないですけどもね。そうそう、多分だからちょっと私ね、もしかしたら来月お休みいただくことになるかもしれない。あ、まあまあそれはね、そしたら俺も休みますけど。分かんないよ、まあ、あんたメイン MC なんだから、あんたやんなきゃどうすんの。誰かが頑張ってやってくれる。あんたと、だからあんたとあと、うん、宇治は来月、あ、私来月再来月舞台あるんですよ。あ、そっか。ほらみんななんかずっとやってる、ずっとやってるんだ。あ、じゃあ、まあ、あんた、あの、あと1号と2人で汚いので汚いので2人でやればどう。まあまあまあ、誰かしらとじゃあね、そう、やろうかなと思います。ちょっとイケメンの清水でもいいし。あ、イケメンではないですけどね、うん、イケメンの。そう、同じね、あのゴンパパファミリーですけど、イケメンかどうかはちょっと、ね、うん、素材はいいのよ、素材は賛同しかねますね、うん、で素材はいい、あんた背が低いじゃん、ちょっとあれは違う。違う、なんかさ、宇治の、宇治ってさ、あんまりメイクじゃないじゃない、はい、いや私はメイクだけど。違います、趣味が合わないだけです。違う、だから私はメイクだよ。違う、私の方がメイクですよ。世界一般で言う、もう10人がいたら10人とも、ああ、いい男じゃないっていうのが私がいる。違います。あんたちょっとなんかちょっとね、歪んでる子。歪んでないです、絶対私の方がイケメン選んでます。だから私のはこう、そのもう根っこから一本生えてきたイケメン。宇治のは差し木差しやつみたいな。そんな話してる時間じゃないんですよ。残り1分なの。この曲誰の曲なんですか。そう言ってたんだ。そう、あの、ね、うちの番組のもうお母さん、お母さんね、石渡よしみ率いるあのアウンという、ええ、ね、ユニットの七色という、はい、あのこれもでも毎月エンディングで流させて、うん、はいはい、そうですね。よしみ元気かしらね。ぜひね、今年もね。ババだからね。いや、やめてくださいよ。さらっと言って俺に乗せるのやめてくださいだから。また怒られるんだから。でもよしみは二人と同い年だから。うん、だからデブのババアと、うん、ガリガリのババアと。やめなさいよ。そうですねって言えないんですよ。やめなさいよだから。待ってますよ、よしみさん。いつまでも可愛いよしみさんですからね。いつまでも可愛いよしみさんですからね。はい、ということでですね、もう。はい、
あっという間ね、この50分言いたいこと言ってるとね。本当ですよ。真面目にやれよって思いながら、僕ですけれども。文句ばっかり言ってる。はい。最後です。1月31日。新宿ロット、はい、ブライバルノル、ほら言えない、ほら、ブライバルノアね。はい、ブライバルノアの、ワンマン、はい、こちらの方、そして、2月1日、うん、新木場ファーストリング、はい、ウェーブの大会がございます、はい。ぜひ会場の方に足を運んでください。はい、そして、来週は、本編、ウェーブの方で、二神がここに。きます、はい、皆さんで、なんでカード出さなかったってみんなで叩いてください、ね、よろしくお願いしますということで、私たちもまた来月、はい、ね、2月にお会いしましょうということでございます、はい、本日も、お聞きくださいありがとうございましたということでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。